セファーナの場所なんですが、セファーナの場所、ここ、カンロカ海の地下のワープポイントの右側の木の、なんていうの、根元付近にいます。で、セファーナは、このギミックだったっけ？このやつ。これ、普通に解いて、夜になると、カンロカゲロウ？カンロカゲロウだったっけ？カンロカゲロウっていうのが出るんで、そのカンロカゲロウのギミックも解いて、多分このカンロカ界の中のこのギミック、カンロカゲロウも含め、全部取り終わったらセファーナがどうとかっていうくだりが出てくるんかな？多分そんな感じだと思う。なので、それが終わって、セファーナってどこにおるんだろうと思って探してたら見つけたんで、ちょっと共有しとこうかなと思いまして。で、今初めて話しかけるところね。やっぱ全部やったんだ。試合なんだな。お姉さん。シューニャターバナか。Thank you.
これはアチーブか。アチーブ来た。ああ。夜のも終わったけど。なるほど。歌が聞こえるかもって言ってたけど、特には聞こえんな。この BGM がちょうどなんか人が歌ってるっぽい声が入ってるよね。そこの縁起のいいタイミングで回すガチャはさぞいいのが出るんでしょうな。てんか、煽ってみたけど、てんかった。もう、切りがいいな。この辺で割っとこうかな。2時間くらいだけど、もう十分やな。3時間やるのがデフォルトになってきおるから。もう2時間くらいやったら本来十分なんだ。この辺で終わっておきましょうかね。じゃあ、崩壊スターレールが4月の26日。それまではもうだいぶ原神も落ち着いてきたから、一応解説したいのはもう全部やったかな。廃山省のやつやってないな。まあまだ、まだどうせアップできてないやつあるから、もう今度でいっか。そうしよう。では、終わりますね。よし。OK。じゃあ、終わります。おやすみなさい。ありがとう。